皆さんこんにちは、2月3日水曜日、トリゴヤズ売り FM でお届けしている藤波ファミリーズロックミーラジオ、今回で14回目の放送を迎えました。今週もですね、昨今の状況を鑑みて、現在14時から、生放送をお届けして、通常水曜日の21時、今日の21時からは今から放送する内容を録画し、そちらを放送いたします。そちらの方もね、ぜひよろしくお願いいたします。さあ、今週もね、14時半頃から、生放送は14時半頃から、21時から21時半頃からですね、藤波辰巳も、このスタジオに登場してっていう形に、なりますので、ぜひご期待いただければなというふうに思います。それでは今週も放送スタートです。藤波ファミリーズロックミーラジオ。はい、ということで今週も始まりました。鳥小屋ずり FM でお届けしている藤波ファミリーズ、ロックミーラジオ、改めましてドラディションのレオナです。今週もですね、先ほどね、冒頭にもお伝えした通り、明るい時間帯、14時から、生放送をして、21時からは同様の内容をね、アーカイブでご覧いただけるっていう形になっておりますので、ね、ちょっと今状況的に、緊急事態もまたね、再延長という形で、なっております。ちょっとね、この形態が、もうしばらく続くかなというところもありますので、そちらの方もね、ぜひご理解いただければなというふうに思います。さあ、まずはじめにですね、鳥越あずり FM での、感染症対策の話としては、まあ、いつも通り、こちらでね、スタジオ収録している間は僕一人であったり、身内の中で、収録するということが多いですよね。マスクは外しております。スタジオ外にいるスタッフの方、演者さんは皆さんね、マスクをしてくださって、手指消毒であったりとか、検温とかそういうものを徹底して行っていただいています。それで、ね、スタジオ切り替わる間に、換気と消毒もしていただき、常時ね、このトレールっていうね、機械もそこで除菌の機械としても動いてくれていますので、そういったね、状況の中で、お届けをしていますので、ご安心いただければなというふうに思います。さあ、そしてね、この後ね、番組ではメッセージも、募集中ということで、トリゴアズリ FM のね、ツイッターの方も、分かりやすくなりましたということで、こちらの方にもね、どしどし、いろいろとメッセージを送っていただいて、一緒に番組盛り上げていただけたらなというふうに思います。さあ、ということでね、今週、まあね、2月7日までだった緊急事態もちょっとね、伸びそうだっていうところで、まあ、もろもろね、いろいろとまだまだ大変な状況が続くっていうところなんですけれども、まあ、この番組はもう引き続きね、出る限りね、父の方もこのスタジオに来て、皆さんといろいろと時間を共有してっていう形で、お届けしたいということもね、常時言ってますので、今日もそういった形でね、後半は二人で、親子でね、お届けをしたいなというふうに思います。さあ、ということで、先週までですね、食べ比べ会議っていう、家族会議っていう形で第2弾までやってきましたけども、今週から第3弾も始まるということで、早速こちらの企画に行ってみたいと思います。はい、ということで、先週まで、第1弾がピザ、第2弾がね、牛丼という形でね、いろいろと食べ比べっていう形でやってきました。これはね、10月放送がスタートする、今度この回、アズリ FM がね、開局する時の、まあ、最初の放送回の前に、収録をしたものだったので、もろもろね、まあ、まず始められる範囲からという形でね、ピザ、牛丼という形で第1弾、第2弾と、お届けをしてきましたけども、第3弾を、今週から、お届けしていきたいなというふうに思います。もっとね、いろいろとこう、足を伸ばして、いろんなところでね、食べることができるメニューっていうか、あと手軽にこうね、いろいろと、こう、まあ、いろいろと訪れるお店がたくさんある、ジャンルは何だろうということでね、いろいろと考えて、今週から第3弾を、お送りして、そのね、メニューの方も決まりましたので、そちらもね、ぜひ今後もね、このコーナー楽しんでいただけたらなというふうに思います。さあ、ということで、こちらのね、ハンバーガーについてっていうなんですけども、今ね、VTR でね、お話ししようと思うんですけどね、第3弾ね、ハンバーガーを、することになりましたので、まずそちらの VTR をご覧いただければなというふうに思います。どうぞ。
はい、ということで、第1弾、うん、ピザ、はい、そして第2弾牛丼と、食べ比べっていう形で食べたね、いろいろな、うん、あのメーカーの、まあ、定番のメニューを、食べ比べてきたんですけども、うん、今回第3弾ということで、うん、今回はハンバーガーを、お、ハンバーガーやっていきたいなというところで、このね、藤波ファミリーズロックミーラジオの中限定の企画なので、うん、あのそういった部分で、あの、うん、食に関わる企画もどんどんやっていきたいなと。まあ藤波家はね、はい、食べることがね、まあ、大好きな、はい、なんていうのか、家族だからね。そうですね、うん、で、まあ、あのハンバーガーといえばもちろんマックだったり、うん、ね、これは王道だね、はい、モスバーガーとか、うん、いろんなこう大手ね、もう日本どこの駅に行ってもあるんじゃないかっていうところも、うん、もちろんあるんで、そこを含めて、うん、それ以外にもやっぱり日本にはどんどんグルメバーガーって言って、うん、あの海外の、あの美味しいハンバーガーがすごいいっぱい今上陸してきてる、そういうとこもあるので、おこの界隈が、そうです、あの、うん、まあ、この今来てちょうど模様替えしたんでちょっとあれなんですけど、あのじゃあドラディションの、うん、事務所が南青山にあるんですけども、この南青山、特に外苑前とか、うん、駅になるとその外苑前とか、うん、青山通りだ、そうですね、外苑前、うん、あと表参道、うん、この辺の銀座線の駅の界隈っていうのは、うん、海外から来た、まあ、グルメバーガーの、うん、店舗が、うん、日本第1号店にすることが比較的多いっていうことで、あの今回この企画やるにあたって、うん、あの宮崎さんも含めてみんなで調べたところ、うん、結構やっぱりあのこの界隈にいっぱいそういう美味しいお店があるんで、せっかくこんなところにいるので、うん、いろいろなグルメバーガーを買って、うん、集めてちょっとこう食べ比べて、食べ比べよう、うん、いろいろと食べてみようかなって。青山はじゃあハンバーガーのメッカだね。そうなんです、うん、だから意外とそういったところも含めて、うん、それぞれのメーカーにいろいろな歴史とかこだわりとかも多分きっとある、うん、で多分牛丼とかピザっていうのはこの言った通りいろんな店舗、うん、どの駅にもあったり比較的皆さんがパンと行けるところもあると思うんですけど、うん、こういうグルメバーガーっていうのはまだこういろんなところに点在している状況なので、はい、多分今日のこの動画とかを見てもらって、うん、例えばあ次の休みとかにちょっと外苑前まで行って、うん、あのグルメバーガー食べてみようとか、うん、そういうちょっと参考にしてもらう、そういう動きがね、当然あったらいいだろうね。そうですね、うん、で僕も何店舗かし、うん、当然名前は知ってるけど、うん、今回初めて行ったっていうお店とか、うん、なかなか行けてなかったけどっていうところも結構あるので、うん、ちょっとそういった部分も含めていろいろと食べてみて、まあ、前回 の、 あのピザもそうだし、はい、あの牛丼もそうだけど、はい、ああやって食べ比べをしてみることによってまたこう新しいなんかこうそのものの美味しさが分かってくる ね、 そうですね、感じ方もありますし、うん、多分ハンバーガーってめちゃくちゃでも多分語れる要素が、そうだね、俺ハンバーガーをねもうまだ20代の頃、はい、海外遠征にした頃ね、 これ、ま、このハンバーガーにはお世話になったね。もう一人でずっと俺ノースカロライナ中部にいたんだけどね、はい、そこから車でこうずっといろんなとこをサーキットするんだけど、はい、もう必ずその運転の席の横には必ずハンバーガーをもう買い置きしておいてね、お供なんですね、もう飲み物とハンバーガーをかじりながらねずっとドライブした思い出があるんだね。やっぱりあっちでもリーズナブルにこうお腹いっぱいにもなれるっていう、そう、あの一つがでかいのがあるしね、またちっちゃくてもまたこうあの中のクオリティ高いのもあるしね、はい、美味しかった。当時からそういう、なんていうんですか、ちょっとこう、住み分けはあった？あったあった。もう、うん、でも今、日本にも当然もう入ってる、うん、もう王道の、マックであったりとか、はい、キングバーガーであったりとかね、あ、うん、ビッグマック、まあ、いろんなね、種類あったけどね。どこのメーカーが一番食べるの多かったですか？やっぱりマックかな、あの頃はね、やっぱり一応、ハンバーガーの走りでもあったしね、はい、俺はどっちかというとチーズが好きだったんでね、はい、もうチーズバーガーは必ず、あ、うん、今でもチーズバーガーよく食べますよね、うん、藤浪辰巳セットで行くと、うん、マックだと大体フィレオフィッシュとチーズバーガー単品ですよ ね、 ね、うん、すごい量食べる。あとね、自分でオプション、なんていうのかな、ピクルスとか、はい、感じで自分で好きにこう量を挟めるんでね、うん、だからそれを必ずだからもう一生懸命こうなんかこう詰めてたり、ね、うん、なんかマックとかの話になりますけど、僕もメキシコに、うん、連れて行ってもらった時に、メキシコマック行った時に、うん、ハラペーニョがバケツみたいなこう大きい、ね、容器に入ってて、うん、そこから好きなだけ取って、そうそう、こうマックと食べる、ね、うん、あれは感動したし、うん、美味しかったですね。すんごいやっぱりそういう国によってもハンバーガーは、そうだね、どこ行ってもまあその国のなんかこう
要素をこう含んだね、うん、バーガーがね。そうですね、うん、だからまあちょっと今回は、まあ、あの前回はね、あのまでは牛丼とか4とか、うん、ピザだと3とかっていう形でいろいろと区切ってたんですけど、うん、今回結構バーガーっていうのが非常に幅広くて、うん、どこまで続くかっていうぐらい結構あると思うので、うん、よし、今日じゃあ加工してハンバーガー食べよう。そうです、今日は第1弾、うん、どんどんね、あの食べていきたいと思いますので、あのここから、はいはい、頑張っていきたいと思います。ぜひよろしくお願いします、はい。はい、ということでね、今週はね、あのその第3弾の、ハンバーガー編のですね、オープニングを、ご覧いただきました。来週からの放送分でですね、第1や第2弾と、いろいろなね、お店、食べ比べています。ハンバーガーはですね、あのよりこう、なんていうんですかね、あのまあ、日本に進出してきている、海外のメーカーが結構多かったりとか、あのね、僕も名前を聞いていて、なかなか行ったことないお店があったりとかっていうところで、このね、企画を通してね、初めて、食べたメーカーなんかもあったというところで、まあ、よりこう、まあ、ピザももちろん、あの、牛丼も幅広く紹介できると思うんですけども、そういった部分ではね、自由度が高く、いろんな角度から、いろんなものを、食べ比べできるんじゃないかなということで、今回はね、第3弾ハンバーガー編ということに、いたしました。基本的な、ベーシックな、あの、メーカーのものから、まあ、本当にね、日本第1号出店というところもありますので、あのそういったところもあのどんどん紹介をして、あのまだ行ったことないお店があったらぜひね、あの次の休日とかに、少しねこう足を伸ばして行ってみる参考にしてもらえればなというふうに思います。ね、今話の中でも上がっていましたけども、あのドラディションの、事務所があの外苑前南青山にありまして、あの辺りが、特にこう海外からのね、グルメバーガーが、初進出をする際にね、なぜかあの辺の表参道であったり、外苑前だったりっていうところが、あの、非常にこう、第1号店っていう立地に選ばれるということが多くて、今週もね、今回の撮影の時も、宮崎マネージャーさんとこうね、こう、いろいろと回って買ったっていうところもね、こう、ほんと事務所の周りをぐるっと回るだけでもいろんなあのところがね、あるっていう環境だったので、非常にこうグルメバーガーもね、あの紹介しやすいなっていうところで、あのいろいろなあのメーカーをぜひ皆さんにご覧いただければなというふうに思います。多分ね、来週以降お腹パンパンになるまで食べてますんで、ぜひご覧いただければなというふうに思います。さあ、ということでね、食というつながりでいきますと、藤波家の食卓も、いよいよ2週間後ですかね、2週間後の今日、2月の17日から、日本橋三越でね、販売のイベントも再開します。まあね、緊急事態宣言がね、こう伸びてしまったっていう部分で、まああるんですけども、まあ営業時間ね、短縮とかはもちろんあるんですが、お家でね、簡単に食べれるお弁当であったりとか、新作のものがね、どんどん出てくると思います。ぜひね、お家帰る前に寄れる、まあ、ご都合がいいとき、ぜひ、お立ち寄りいただいて、見ていただければな、というふうに思いますので、そちらの方も今年もぜひよろしくお願いいたします。さあ、ということで、この番組はですね、藤波家ドラディション、藤波家の食卓などいろいろね、側面があります。そういった部分をご紹介する、CM も流していますので、今週の一本をご覧いただきたいと思います。それではご覧ください。今週も、お知らせをご覧いただきました。今週もですね、お知らせは DRGN オリジナルアパレルブランド、去年からね、展開をしています。今ね、第3弾のコレクションの、発表に向けて、今デザインが進んでいます。来月、まあ、もう少しですかね、したらですね、第3弾の、デザインに関しても、皆さんのね、まあ皆さんに発表もできると思いますので、今週もねぜひね見ていただけたらなというふうに思います。さあ、それでね、今 DRGN の CM で思い出したんですけども、あそこの今CM で使わせてもらっている道場というのはヒートアップっていう、僕や、父もね含めて何回も参戦、そしてドラディションにも参戦してくださっている、まあ協力している
やっている団体の道場なんですけど、昨日もちょうどね夜、僕も、そこの道場でね最後リングで練習したりっていうところもあって、実際京王線の稲田堤っていうね駅に道場があるんですけども、なかなかねあんな環境の中で受け身がバーンって取れる、後ろ受け身がねバーンって我々がこう取っても微動だにしないようなリングがある道場っていうのがあって、まあ昨日もね夜遅くがあったんですけど、結構いろいろな一般の会員さんとかもボクシングの人たちも含めてねそのリングで練習したりしてたっていうのでね、今のちょっとCM の中で、ね、その道場が映っていたので、なんかリングが多分昔僕が小さな頃にこんな環境がそばにあったらもう毎日でもそこに入り浸ってただろうなっていうような環境なんですけども、一般の会員さんもねどうもこういろいろと募集したりとかして、いろいろとレスリングとかも教室があるっていうかね、ことも昨日もおっしゃっていたので、ぜひねヒートアップの道場っていうふうに、ね、調べていただけたらなというふうに思います。さあということでね、この後、2時半、再放送はですね21時半頃からですね父が登場するということもありますので、今週もここで僕の好きな、エンターテインメントであったり音楽であったりとか、そういったものをね紹介するエルズルームを、こちらで、お話しさせていただければなというふうに思います。さあということで、今週この後、お届けする映画音楽は、僕のね大好きな映画の一つでもある、パシフィックリムのメインテーマを、この後ね皆さんにお聞きいただければなというふうに思うんですけど、なかなか多分ラジオとかこういうネットテレビでパシフィックリムのメインテーマを単独流すってことって多分今まであんまりないと思うんですけど、当然メインテーマなので歌詞がついていたりとかそういうわけでもないんですけども、僕自身がめちゃくちゃ好きだということでね、独断の偏見で選ばせていただいています。もちろん、パシフィックリムメインテーマというふうに名前にある通り、映画パシフィックリムの、メインテーマということで制作された音楽になっています。この音楽、今週はね宮崎マネージャーのメモにもありますけども、2013年に、アメリカで制作、公開されました、SF の怪獣映画になります、監督がねシェイプオブウォーターとかそういったところでアカデミー賞を、受賞したメキシコ人の、ギレルモ・デルトロっていうね監督が制作をしている怪獣映画なんですけど、僕もシェイプオブウォーターを映画館で見ましたけども、アカデミー賞を取ったっていうことでどういう作品なんだろうすごい話題にもなったんで見て、確かにすごく幻想的で、なんかこうちょっと不思議な、感覚、ね、人間と、同じようにこういう今回出てきますけども怪獣、怪獣っていうのかな、なんかそういう未知の生物がねこうのラブストーリーっていう部分でなんかこうすごく奇妙でちょっと不思議な映画だったなというふうな記憶があるんですけども、その同じ監督が作ったとは思えない、作品がこのパシフィックリムっていう作品になっています。2018年にね10年後という形の設定でパシフィックリムアップライジングっていうね2作目ももうすでに、制作されて公開されてね大ヒットしているっていう、もう今ワンツーとあるシリーズなんですけども、ざっくり言うと大きいこう、ロボットですよね、巨大ロボットが未知の生命体怪獣、スペルでね怪獣っていう風に劇中でも外国の方でも日本人が呼ぶように怪獣っていうその、ね、生命体を呼ぶんですけども、からね地球を守る防衛するためにこう、その巨大ロボにその人間の搭乗員が乗って、すごいバトルを繰り広げるってい もう男の子大好き映画なんですけども、僕自身もマーベルであったりとか DC コミックスなんか、あと、スターウォーズ、ディズニーとかそういうファンタジーも含めてめちゃくちゃ大好きでずっと今まで見てきたんですけども、めちゃくちゃそういう風なものを追い求めてきた男の子たちのなんかツボをめちゃくちゃ抑えてるなっていうのがパシフィックリムだったかなと。もちろんね巨大ロボット、それはね、イエガーっていう名前のね全体的にこうイエガーっていう機械に乗って戦っていくんですけども、この先ほどね紹介したギレルモ・デルトロさんっていうのが非常になんか日本のウルトラマンであったり、もちろんエヴァンゲリオンであったり、いろいろマジンガー Z とかそういう日本のそういう特撮とか SF アニメーションとかに非常になんかこう敬意を表して大好きだっていうところのオマージュを含めてすごくねそういった部分でハリウッドがめちゃくちゃお金をかけてそういったものを、
機械、まあ機械っていうかそういうね、ロボットと、怪獣が戦う様を作ったら、あ、こんな映画になるんだっていうような、映画になっています。これね、ちなみに僕、この、パシフィックリムっていう映画めちゃくちゃ好きで、今回、4月にね、先週1月25日に、発表しました、4月16日のドラディションの1年半ぶりの大会、それにね、まあ、もちろん長井満也、30周年アニバーサリーという、30th アニバーサリーっていうのが大会のメインテーマ、にはなるんですけども、僕の中でどうしても何かこう、ドラディションが1年半ぶりに大会をやるっていうことと、あと、そういった部分で何かこう、っていうかな、もう一度こう再始動じゃないけども、なんかそういう景気づけになんかこう勢いのある言葉を一個、つけたいなというふうに、頭を悩ませていて、でまあ何かの表紙にねこう考えていた時に、あ、なんか好きな映画とかそういったものも含めてなんかちょっとこう参考になるものっていうのを見ている時に、あ、そうだっていうところでこの、パシフィックリムの第2作目、18年にね、制作されたパシフィックリムアップライジングっていう映画の副題がアップライジングだったんですけども、を、あ、いい言葉だなということで、もう一度ね日本語訳っていうのを見直して、今回のドラディションの2021年の一つのスローガンにして、使おうということを決めました。アップライジングっていうのはどうもねこうまあいろいろと調べると放棄するとか、あとね反抗するとかそういう言葉もあるんですけども、この監督さんがですね、まあ、このパシフィックリムのアップライジングっていうものの、まあ、こうある意味こう意味合いっていうことを調べた時に、こうみんなで立ち上がる、怪獣に向かって、こうみんなで立ち上がって戦っていくっていう意思表示、そういったテーマを込めてアップライジングっていう副題をつけたんだっていう、なんかこうインタビューなんかもね、目にして、まあ、それだけの意味ではなく立ち上がるであったりとか、再スタートを切る、そんなねイメージの言葉なんだっていうところで、今年の、ドラディションのスローガンという形にしました。なのでね、多分今年、この後5月以降ですね、父の藤波辰爾50周年記念イヤーっていうのも、始まっていく、そして大会、記念大会も続々と決まっていく、発表になっていくというふうに思うんですが、このねアップライジングっていう言葉はね、どうしてもねつけて、今後の、ツアーに臨んでいきたいなっていうのが思いがあります。なのでね、正式にはこうドラディションアップライジング2021っていう副題が、必ずついてくるっていうところで、ぜひね今日ご覧の皆さんね、あ、これが、パシフィックリムのアップライジングから来てるんだというところもぜひね知っていただけたら、ありがたいなと、嬉しいなと思います。さあ、それでね、この後、流すね、メインテーマなんですけども、第1作目は2013年に、制作されて、日本人、もちろんね、その日本から、監督自身も公言している日本の、そういうアニメーションであったりとか、特撮映画、つぶらやプロの特撮とかね、そういったものへの敬意と、リスペクトと、オマージュがね、溢れている、愛情が溢れている作品ということでね、日本からもキャストが、出ていて、1作目はね、菊池凛子さんと、あと子役でね、菊池凛子さんがの、子供や、子供時代の役でね、芦田愛菜ちゃんが出てたりっていうところで、日本人キャストも非常に毎回出てくる。で、2018年の続編パシフィックリムアップライジングでは、新田真剣佑さんがこう、登場するというところで、必ずね、日本人キャストが今で、ね、1作目、2作目と必ず出ているっていうのがこの作品になっています。でね、今回こうやってまたラジオで紹介するというところで、ちょっと調べると、2021年に、Netflix で、このパシフィックリムのアニメ版、パシフィックリム暗黒の大陸っていうねシリーズもどうも始まるっていうシリーズなのかな、アニメーションも始まるっていうところで、僕もね今ネットフリックス、めちゃくちゃドハマりをしているので、必ず見たいなというふうに思っています。あとなんかどこだったかな、東南アジアかなんかでパシフィックリムの あのアトラクションもできるってさっきニュースで出てたんですけども、このイエガーと怪獣の戦いを体験できる、ライドアトラクションが、なんかオープンが、まあまだね日程とかまだこれからって書いてあったんですけども、絶対にこれできたら乗りたい、行きたいですね。これね日本どっかね、アメリカレジェンダリーってとこがね作っていて、配給がユニバーサルなのかな、ぜひねなんか日本で権利関係が OK だったらぜひ作ってほしいし、またねこのコロナが収まったらその東南アジアの方向にもですね、それを目当てに行きたいなっていうところが
あります。さあね、というところで、このパシフィックリムへの、ね、熱い思いを、ね、お話ししてきましたけども、この作品ね、ネットフリックスであったりとか、Amazon プライム、このサブスクリプションの、動画ストリーミングサービスで、見ることができます。ぜひね、おうち時間が増える今ですので、何かね、都合のいい時、このパシフィックリム、必ずね、なんかこう、爽快なね、爽快感のある、映画、まあ、なって迫力のある映画、そして日本人が大好きなね、こうちょっとこうスポコン的なところの要素もあるような映画になっていますので、ね、ちょっとストレス発散にぜひご覧いただければなというふうに思います。今週の僕のおすすめの一本の映画は、パシフィックリム、そしてパシフィックリムアップライジング、この2本をご紹介し、そしてこの後、パシフィックリムのメインテーマをお聞きいただければなというふうに思います。プロレスラーのテーマソングにもなりそうなぐらい、ちょっとねハードな一曲になってますので、ぜひお聞きいただければと思います。はい、ということで今週の映画音楽パシフィックリム、メインテーマをぜひお聞きください。どうぞ。
はい、ということでお聞きいただきました、映画パシフィックリム、のメインテーマをお届けいたしました、演奏はトム・モレロ、作曲はラミン、ジャワディさんということでお届けいたしました。ということで今週も、このスタジオに来ていただきました、うん、よろしくお願いします。はい、こんにちは、藤波です。まあ今週もね、はい、こんにちはって、まあ、この外がまだね、はい、明るい、まあ、この時間帯にね、お送りしますけど、はい、今日またいい天気だね。そうですね、うん、この2、3日ちょっと暖かさも出てきて、はい、昨日が、124年ぶりの節分ということで、ね、2月、普通は2月3日ですけども、ね、本来は今日が節分なんだよね、はい、うん、あとは、2月、2日は、天竜さんの誕生日だったんです。天竜さんのね、天竜さんの、はい、ということで、去年、昨日がですね、うん、124年ぶり、まあ、このあと、数年ちょっとそういったと、日程になっていくっていうところでね、さっき宮崎マネージャーもおっしゃってましたけど、昨日は恵方巻きは食べましたよ。南南東の方向を向いてね、はいはい、お寿司を食べるっていうね、はいはい、うん、それとイワシをね、イワシ、それは関西の、はい、なんかあれなのかな。そうですね、うん、まあ香織さんのお母様が、うん、大阪っていうことで、うん、比較的食文化は大阪、そういう風習も大阪、そうだね、うちはそういう分ではね、はい、いろんな食に関してはね、もう関西とかいろんな都市たちのね、まあ、そういう風習をこう取り入れて、料理は食べるね。そうですね、うん、お雑煮も白味噌ですもんね。そうだね、大阪関西風だね、はい、そうですね、うん、ということでね、昨日が124年ぶりの2月2日の、うん、節分だったというところで、うん、ちなみに今の映画パシフィックリムは、いいね、これいいじゃないこれ、はい、今度俺テーマしようか。ファンの方は当然、うん、ドラゴンストリートが出てくる。俺のテーマ曲はもう変えられないもんな。いや、変えられないと思いますが、この映画見たことはない。これ多分ないでしょ。ないと思います。うん、これはいい、うん、これちゃんと悪者が出てきますんで、うん、長い、ちょっと長かった。いや、まあ、ずっと待ちくたびれたぞ。4分58分、今さっき一瞬スタジオのドアが開いた時に、うん、局内にこの音楽が鳴り響いてて、うん、なんか今にもなんか戦いが始まりそうなので、そうそうそう、すごいかっこいい。いいね、うん、やっぱこういう特撮、まあ、SF 系とかはね、こういうメインテーマのかっこよさがあってこそ、うん、まあ、プロレスラーも同じだと思う。あ、そうだね、うん、入場曲がやっぱかっこいいと、その選手もやっぱりかっこよく、いいね、やっぱりリングに向かっていくね、時にやっぱり自分が気持ちがこう乗っていくっていうかな、はい、まあ、そういうあれ曲って大事だよね。そうですよね、うん、なんかあれですね、なんか大会近づいてきたら、うん、この番組でも過去の試合、オーディションの試合、まあ今普段、うんうんうん、食品の食のね、うん、映像を流したりはしてますけど、うん、そこの時間をちょっとこう過去の試合をちょっと流す時間にしてもいいねっていう、それいいですね、話し試合が近づいたらね、うん、その中でプロレスラーのテーマソング集もやってもいいかもしれないですね、うん、あ、いいね、うんうん、だ当時の今さっきね、天竜さんの名前も出ましたけども、うん、サンダーストームとかもめちゃくちゃかっこいい曲ですし、ね、リングでね、向かい合ってやっぱりこうお互いこう戦う時に、まあ、自分のテーマ曲でこう入るでしょ、はい、でやっぱりその天竜さんのテーマ曲がかかってくると、はい、なんかこうすごいね、なんていうのかな、こう緊張感とね、なんか独特のこう、雰囲気でね、音楽聴いてたね。その音楽の奥からまた、うん、そうそうそう、大きな体の、もう音楽、やっぱりそのテーマ曲ってのは、やっぱその登場する選手ってのはぴったりやっぱ合ってくるね。ですね、うん、まあ、猪木さんの曲もしっかり、うん、長州さんの曲も、ノリがいいやつね。そうですよね、うん、ドラゴンスープレックスもあれはテレビ朝日ですか、最初。そうかな、僕が帰った時もあの曲ちゃんもできてたからね、はい、うん、だからちょうどこう、なんかこうスキップしそうなね、最近はちょっとね、あの音楽がね、ちょっとこうテンポにこうつまずきそうになっちゃって。確かに結構その今パシフィックリムの音楽もそうですけど、うん、プロレスラーの曲ってどっちかっていうとこうハードロックじゃないですけど、そう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 、こうガーッとこう曲が多い中で、うん、結構あれは異質な曲ですよね。そうだね、割とこう軽い感じでね。そうですよね、うん、まあでもやっぱ最初のイントロ、ダン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 とか、ああいうところは非常にやっぱ一瞬聞いただけで、あ、誰のテーマソングだって分かる。そうだ、まあ、自分がまあジュニアヘビー級っていう軽いクラスでスタートしたんでね、まあ、余裕そういうな警戒感のある、曲を選んでくれたのかな。そういうことですね、うん、なんか僕ウィキペディアで見たことあるんですけど、うん、スターウォーズのテーマソングに入場したことってありますか。俺はスターウォーズはないでしょ。
あったかな。いや、なんかで書いてあって、うん、あの、うん、ウィキペディアかなんかの情報、ちょっと僕も定か忘れちゃったんですけど、うん、その中で、藤波辰爾がこれまで使用してきた、うん、あのテーマソング一覧っていうのが出てて、うん、当然、まあ、ドラゴンスーペックスが最初で、うん、その後、まあ、マッチョドラゴンもあり、うんうん、ライジンとか、超飛竜とか、うん、あの有名どころがバーって並んでて、うん、その中で最後にスターウォーズのテーマっていうのが書いてあるんですけど、僕はほらクラシックの行進曲が好きでね、はいはい、大好き行進曲、はい、もうそれをまず大あのこうあのドア頭でねかけて、それを今度はあのライジングに変えていくっていうね、はい、そういうアレンジした曲はあったけどね、うん、なんかあったんですかね、ジュニアヘビー級で凱旋帰国してきた若きチャンピオンを何かこう盛り上げる意味でスターウォーズのあの曲使ったとかあったんですかね、当時あったかもしれないね、周りでね、うん、僕もそのあのラデツキー行進曲、うん、多分ね、あの今度あのこの曲流してもいいと思うんですけど、そう、あの行進曲ばっかりのじゃあ今度やって、そうですね、うん、あのラデツキー行進曲っていうあのねクラシックの中で、まあ、行進曲、うん、マージですね、うん、を確かあれは三沢さんとの多分最初で最後のタグじゃないですか、新日本のあのリングで、うん、藤波三沢組対、うん、蝶野ライガー組っていう試合で僕も見に行ったの、うん、覚えていて、うん、あのいつもの通り の, あのドラゴンスープ X で入場してくると思いきや、うん、あのまあ、最初にあのラデツキ行進曲、僕はねあのこういうクラシックとかね、まあ、そういうあの行進曲が好きだったのはね、うん、あの僕 の,、まあ、あの友人なんだけど佐渡豊さんって、はい、まあ、もちろん有名なあの、はい、もう世界的な、ね、はい、指揮者がいるんだけど、はい、まあ、その方とこう懇意にしててもらってね、まあ、一回そのあの公開放送があってね、これはどこの方だったかな、王子の方だったかな、でもう僕がその行進曲好きなんで、その要するにイベントは全てがもう僕 の, その行進曲の好きなあのセットリストだったんですね、やって埋まったんですよ、これはすごかったね、もういろんなあるとあらゆるそれをテンポのね、もうそういうあのノリのいい個人曲でね、 あれじゃないですか、題名のない音楽、そうだったかな、あれも放送 NHK です、 NHK です、 NHK ですか、はい、はいはいはい、ね、マーチもで、まあそうですもんね、もともとあれも戦場に行く時の、そうそうそう、もう本当はやっぱ選手をこう駆け立てるっていうかな、うん、その時僕も入場する時にあのガウンを着てね、はい、あの舞台にこう花見であの階段がずっとあの会場のね2階からずっと降りてくるんだけどね、それで舞台に上がってそのガウンを脱いだらあのタキシードっていうのかタクト振ったんだけどね、あのタクトを振るのって難しいんだよね、あの指揮者って何とかってこうすごく曲にこう乗ってこう伸び伸び振ってたけどね、僕が振ったらなんかこうちっちゃくなっちゃうね、はい、あれだけ伸び伸びとこう振ったこと振れなくなっちゃうんだよね、やっぱね指揮者の人たちのお仕事ってやっぱすごいですよね、うん、あのもともとある曲をやっぱり自分なりに解釈して、うん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 、でそれをオーケストラに伝えて、うん、またお客さんも盛り上げる、そうそうそう、一つ役目ですもんね、うん、でもあのフルオーケストラが何十人いるのかな、いや100人近くいるんじゃないかな、いあの指揮者がみんなこっち向いて僕のこうタクト見てる、でもねあの時は僕のタクト見てないんだ、僕の後ろに佐渡さんがこうやってタクト振ってたらねそれを見てたんだね、なるほど、敵俺自分を見てねやってるのかと思ってね、俺もなんか変な、なんか緊張感があったけどね、いや多分あのタクトもこう一定のリズムでこう振るっていうのを、うん、あの人何十年かけて多分 ね, ねやってるから正確なピッチで進んでいくんですけど、ね、だからあの音楽もあのタクトでやっぱりテンポだとかその強さとかあの楽器のその一つ一つの強さをこう強調するわけでしょ、だからすごいね指揮者って ね, そうですね、全部こう使うとこの束ねるんだからね、そうですよね、うん、なんかあれですね、50周年のどっかツアーでそのまたの流れやってもいいかもしれないですね、佐渡さん来てくれるかな佐渡さんももちろんね、あれ来ていただけたら嬉しいですけど、うん、あのそのさっき言った、東京ドームでやったラデツキ行進曲か、うん、ライジングとか懐かしい曲をこう、うん、ぜひ聴いてください、この重たらが曲はね、まあ多分どなたでも知ってる曲ですよね、うん、あのテレテンテレテンテレテン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 ですもんね、あの実際のあのいうなんかこうちょっと荘厳なクラシック の, クラ、うん、あのコンサートでもあそこはみんな手拍子 し, な手拍 子, だ、ね、手拍子していい、ノリのいいやつねっていうところでね、うん、今出てました、それでね今日あの今ちょうどあの東京ドームの、うん、あの時にそのラデツキ行進曲が使ったっていうところもあったんですけども、うん、ちょっと今日ね宮崎マネージャーのそのメモの中にもあったんですけど、うん、2月といえばっていうところで1990年2月10日は、うん、新日本東京ドーム大会で、うん、本来そこでラリー・ズビスコさんと試合をするあのことをもうなんか騒がれてた、僕はね、
1977年かな、ノースカロライナにね、はい、演奏した時に、ね、彼と同じやっぱりこうサーキットをしてましたんでね。そうですよね、うん、ちょうど2015年の、うん、15年ですね、うん、WWE ホールオフェイムの同じ日にラリーズビスコさんも一緒に殿堂入りしたんだよね、うん、あの時もなかなかあのすごい個性的な 面だったですよね日本からは牛並辰巳っていうところで、うん、でアメリカがブッシュワーカーズさん、ブッシュワーカーズ、そうのタッグチームが2人で、うん、あと女子からは、メデューサーさん、うん、でこのラリーズビスコさん、うん、それとあのレスラーじゃなかったんだけど、うん、あのアンロード・シュワルツネーカーがねなんかどういうわけか彼も殿堂入りしてねすごかったですね、すごかった、すごいメンバーだったね、あの2015年、うん、でまあね、あのまあ、それこそシュワちゃんも WWE に、うん、まあ試合はしてないですけど、うん、何かあの、まあ、登場してる、登場してっていうのもあった、功績を認められてっていうところで、うん、写真撮ってましたよね、あの、うん、もうすぐやっぱりあの写真すかさず撮りましたよ、うん、年齢的にはもうちょっと上ですよね、もうでかなり上ですね、もう肩70代でもいい体したね、いや大きかったですね、よく言ったらね、やっぱ俺なんかやっぱり負けてたね、あだってミスターオリンピア、彼はそうです、もうね、あの僕はあのね、あのずっと練習つけるので、うん、中山トレーナーに話すと、うん、やっぱり現役 あのボディービルディングをシュワちゃんがやってた時っていうのは、うん、シュワちゃんがエントリーすると、うん、他の人たちが降りちゃうこともあったぐらいの、もう彼のだからその体が一つのボディービルディングのブームっていうのがね、っ作った気がするもんね、でとにかくなんかその中のプロフェッショナルに言わせると、うん、やっぱあの人の体のバランスが本当ボディービルにぴったりの体だったっていうので、うん、そう今だからゴールドジム行ってるでしょ、はいはい、ゴールドジムにやっぱその歴代のずっとあのオリンピサオリピアオリンピアいるのよ、はい、まあ、その中ではショワルツネーカー出てるけどすごいね、あ、うん、彫刻のようなね体の、うん、あのボディービル映画でパンピングアイアンっていう、うん、あの有名な映画、あのドキュメンタリー映画があるんですけど、まあ、うん、シュワルツネーカーがこうなんていうんですかね、コンテストに向かっていく様であったりとか、うん、その、そことシュワちゃんと戦う、他のライバルたちのを追いかけてたんですけど、うん、すごい映画があるので、うん、そこルー・フェリグノっていましたよね、はいはいはい、映画のハルクを、うん、映画のハルクのね、うん、実写版をやった時にその人が、こうシュワちゃんを倒すための映画、うん、に向かってやっていく映像とか、うん、まあ、彼もやっぱりシュワルツネーカーを憧れたの、いや、あの憧れてるけど、もう同世代で、同世代というかほぼ同じタイミングで、もうこの二人がずっとこう、うん、まあそれ以外もたくさんいらっしゃったんで、ボディビルダーのもうあのスターみたいなもん、スターで、うん、ルフェリ軍は2メートルぐらいあるんですよ、本当にでかいんだ、本当にでかくて、で、あの映画の最初、うん、それこそあのハルクをやった時に、うん、緑に塗ってやったっていうのもありましたけど、本来2月10日のその90年の東京ドーム大会、うん、ラリーズビスコさんとの AWA のタイトルマッチが、彼はちょうどその時 AWA のベルト持ってたもんね、ちょうどこの時あれですかね、椎間板ヘルニアで、そうちょうど僕は、ね、腰痛めて戦線離脱してる頃の時だね、ああでも、うん、この大会でいうとマサ斎藤さんがチャレンジして、あの格闘これ勝ったんですよね、あのラリーズビスコさん確か首がたりかなんかで、あのマサさんがこう、うん、AWA のチャンピオンになった大会で、なんかこう先ほどね宮崎マネージャーも言ってましたけど、うん、その時ほん、うん、もし藤波辰巳がラリーズビスコと戦ってたらっていう、ね、戦ったことはありますか、ないずっとあのアメリカでサーキットは一緒だったけどね、まあ、同じあの控え室でね同じ、まあ、あのチームっていうのか、はい、そういう分では戦うチャンスはなかったけどね、あ、うん、まあ、日本に彼もあの来た時に何度かは戦ってるのかな、なんかあれですか、ブルーノ・サンマルチノさんに、そうそう、彼自身が不安だから、うん、ああ、うん、そこあのサンマルチノさんのこうちょっとオマージュっていうか、そうそうそう、あった、彼自身も意識してるんですね、 あの2015年の時もすごい紳士的なあれで、うん、白いなんかタキシードかなでしょ、来て、うん、だから前の選手になんかこう、はい、あのカネルかお前はとか言ってねなんかチョコレートね、あのジェームズ・ボンドとかなんか言われて、そう、うん、あの時ね皆さん黒で決めて、うん、まあもちろん白も清掃なんですけど、うん、一人白でまたそれもかっこよくてっていうところで、うん、あの2015年のホールオフェイムも今思い出してもあれですか、ああ興奮するね、ああいう人生なんとかこう時がこうまさか自分にね巡ってくるとは思わなかったんでね、うん、あれほんともうレスラー妙に尽きるっていうか、やっぱりまあいろんな選手のこうなんていうのこういうあのすごい助けもあってね、いろんな協力もあって、まあああいう形でこう自分があの殿堂入りをこうしたんだけどね、あれは本当にこう
アメリカっていうか本当にプロレスラーのなんか本当こうすごくあの大事にね、うんうん、あのやってくれるっていう感じでね。日本では、います現在3人、うん、まず最初第1号が猪木さん、うん、で、それが2010年頃だったと思うんですけど、うん、で2015年に、うん2人目としてジャニー辰巳っていう形で入って、はい、去年、うん、ライガーさんライガーがね、うんうん、本来はもうちょっとライガーも僕と同じようなあの多分そういうあのセレモニーでね興奮したと思うんだけど、それがちょうどこういう、うん、今回のこういうコロナでねできなかった、まあちょっとかわいそうなね、うん、部分もあるんだけどね、なんかどっかでまとめてまたね、うん、そうやってね欲しいよねっていうところもね、うん、あるといいなっていうところで、うん、そうですよね。僕もあの現場行かせてもらいましたけど、うん、あの8万から9万人のそうあの時は、サンフランシスコ、サンノゼ。サンノゼ、うん。サンフランシスコ 49ers ですか。そうそう、そこの本拠地だね。ああ、うん。あの翌年かなんかがスーパーボールで同じ会場使われたりとかして。そう、だから毎年、だからそういうなんかこう、連動入りのそういうフォーラムフェームの時は、はい、まあ、招致合戦というか、アメリカ、いろんな州でずっとやるんだよね。はい、そうですね。うん、なんかあの1週間あのなんかホテルの周りとかでもなんかあの食事も買ったりとかしたり、うんうんうん、あの下のグリーンルームにある、うん、あのビュッフェとかなんかもうすごい体制で、はい、もう特別ななんかそのセレモニーだよね、はい、うん、なんか街に出れば、ね、まあ、そういうなんかこう電動なんかそういう石庭のね、うん、そういうのが売ってるし、だ我々もだからファンが周りがずっとそういう分では関心を持って見てくれてるしね。そうですよね、うん、びっくりした、ホテル丸々1本が WWE 専用になるんですよ。だからね僕も今日ちょっとファンになっちゃいました、うん、だからホテルの中 のキーまで全部出されちゃうじゃない、レッスルマニアとか、うん、僕うわこうなんだスティングだとかと思って、うん、あの日興奮したんです。レスラーがなんかレスラープロレスファンになってしまうみたいなぐらいな空間だったなっていうのを改めて、うん、まあ今日ね一口メモっていうところでね、うん、2月、といえばっていうところで90年2月10日、うん、もうね今日からだと本来だと1週間後ぐらいの日程で、うん、東京ドーム大会でねラリーズビスコとの AWA 戦がちょうど噂されていた時期もあったっていうところで、あったね、ちょっとね、っやっぱ50年やね現役50年やってるとね、いろんなこう歴史をずっと振り返るとね、はい、ふとだから反対にあの周りから言われて、あそういう日だったんだとかね。そうですね、うん、なのであのそういった部分でね、うん、今後もそういった部分もあの、うん、いろんな形で、なんていうかな、こう振り返りっていうんですかね、はいはい、50年に向けて振り返りもやっていきたいなというところであるんですけど、うん、まあ、なんていうんですかね、この番組も今はもう今日も49分になりましたね。あっという間に。これすごいいろんななんかこうご案内があったりとかさ、ね、食べ比べはあるしね、はい、盛りだくさんに、ね、盛りだくさんだね、50分お届けしていて、うん、まあ、今週今ねちょうど今あのスタジオあちらのブースから、うん、コメントも届いてるというところで、はい、そちらもねご紹介をしたいというところもあるんで、少々お待ちいただければなと思います。俺がなんか余分なことをなんかいっぱい喋ったからか。はい、ということで自宅時間でどう過ごしていますか。自宅時間、あれじゃないですか、この前言っていた、うん、愛の不時着にハマったっていう。そうよ、まだあれ最終回見てないんだよ。俺まあ最初の方は途中第シーズン4か、はい、シーズン5、いやシーズン2まだ1しか出てなくて、シリその第5話か6話目までっていうのは言ってた、うん、記憶。そう、まだ途中前しか見てないんだ、はい、あれはいいね。うん、まさか藤波辰巳が愛の不時着にはまる日が来るとはっていう、落下傘でね降りた女の子が、うん、北朝鮮に降りてしまったっていうドラマね。そうあれがそうお前も途中まで見てないんだろ。いや僕も今ね必死に追いかけて見るように、うん、なんで藤波家は今ネットフリックスブームが来て、藤波辰巳は今、うん、愛の不時着にハマってます。夢中だっていうところですよね、うん、今おうち時間だから増えて、うん、そういう時間も増えましたね、うん、ということで、うん、今週も放送時間があとわずかというところで、うん、このね番組の応援会いろいろな特典をご用意して皆さんのご参加、はい、よろしくお願いします。この番組はですね、ネット型テレビラジオという形で見て聞いて楽しめる番組です。この番組あれって面白いね。ラジオでありながらこう、はい、映像で見れるっていうね。そうですね、うん、お手軽に無料でね、うん、皆さん見ていただけるということなので、うん、来週以降もまあちょっと来週以降もこの時間帯14時の生放送という形に、うん、なっていくと思います、うん、今日もですねこの後21時からはこの分の内容をそのまま放送いたしますので、うん、ぜひご覧いただければなというふうに思います。はい、はい、ということで今週も藤波
けでこの藤波ファミリーズロックミラジオをお届けしました。また来週のお邪魔しました。はい、ありがとうございました。また来週も、来週も来るのかな俺。あ、ちょっとまた、うん、またはい、確認して、はい、はい、またお知らせします。ぜひ来週以降もよろしくお願いします。ではまた来週。